TH の富山です。こんな症状でお困りではありませんか？これからこの症状について解説いたします。左足を開いて寝る癖のある人へ、寝るとき気がつくと左足を開いている、こんな何でもないようなちょっとした癖が実は様々な負担を引き起こしているのです。いつも左足を開脚して寝たり、左足を曲げているとお腹の左側が常に引っ張られている状態となります。お腹の左側には心臓から大動脈が出ています。足の方へ伸びる大動脈は左足を開くことで引っ張られてしまいます。大動脈への負担は心臓への負担です。心臓に負担がかかったことで関連する舌に熱を持ちます。舌が充血すると口が乾きます。同時に鼻も乾いてしまうため、寝ている間に鼻呼吸が苦しくなり、口呼吸が多くなります。寝ている間の口呼吸は、呼吸量の減少につながります。口呼吸によって起こる呼吸不足が、エネルギー不足や全身倦怠、筋肉の痛み、眼精疲労、咳などを引き起こすことが分かってきています。もちろん、睡眠時の口呼吸がいびきや睡眠時無呼吸症の原因となることも忘れてはいけません。また、左側の横隔膜と S 状結腸が引っ張られるため、咽頭部分に負担がかかり、風邪のような症状が起こります。左横隔膜への負担は、心臓への負担をより大きくしてしまいます。これが左足を開いて寝る方の負担のかかる場所になります。当センターでは、来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して、治療および豊富な指導をご用意しております。もし何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。